栗橋大舎バイパスは、埼玉県久喜市様から、埼玉県加祖市北、大桑を結ぶ、国道125号のバイパス道路である。2020年3月20日に開通した。久喜市高柳から、加祖市北大桑まで、本道が片側1車線のため渋滞が発生しやすく、また歩道も福音が狭いなどの整備状況も良くない、ため計画され、現道の高柳交差点は、 埼玉県道3号埼玉栗橋線の流れを優先させる構造であり、特に、加速市方面へ向かう車の信号待ちで混雑が起きやすいため、それらを迂回する形で、東北自動車道加速インターチェンジと国道4号との往来時間を短縮するのが目的である。2007年度より路線測量、詳細設計等が実施されており、2008年秋、 以降に、用地買収を行うための用地測量を呼び、物件調査等を行った。2008年には、埼玉県企業局が事業用地の一部を確保した。2015年頃より一部建設工事が始まり、起点となる、久喜市の様西交差点の拡幅工事や埼玉県道316号、浅間さって線の一部の4車線化改良工事が行われ、県道側が、数、 久喜市境付近で、こちらへ重複する構造となっている。また、加速市川でも本堂が直線化された。2020年3月20日をもって開通し、当初は、起点の久喜市川と終点の加速市川では、接続部付近のみ暫定に車線であったが、後に4車線化が完了した。東バイパス道路の開通により、埼玉県内においての国道125号の、 バイパスはすべて開通した。また、後に工事が進められる、予定の加速波入バイパスの4車線化や国道122号との重複区間の6車線化が完了すると、埼玉県熊谷市上野交差点から、羽生市の国道122号との重複区間を経て、久喜市栗橋交差点までを結ぶ埼玉県、北東部地域の幹線道路網が出来上がることとなる。ありがとうございます。